今日は他人の話が聞けない人というテーマでちょっとお話をしていきたいなって思ってるんですけれども、他人の話が聞けないってね、一口で言ってもいろんなバージョンがあると思うんですよ。まあ、例えば自分は聞いてるつもりなんだけれども、どうしても頭の中が上の空になっちゃって、相手の言ってることその内容が入ってこないっていう人もいると思いますし、それから自分が言いたいこともう後からどんどん出てきちゃって、それが先走っちゃって相手に話す隙もチャンスも与えないっていう人もいると思います。あと、って感じで相槌を打って聞いてるふりはしてるんだけれども、でも実はその間に違うこと考えちゃってたりとか、次何言おうあれ言おうってことばっかり先に考えちゃってるから、相手が話してる間っていうのは全然アテンションを向けてない、そういった状態の人もいると思います。それからやっぱりね、他人の話も興味ない、もうつまんないって感じで、もう退屈すぎちゃって話聞いてらんないっていうね、人も結構います。それからやっぱり自分はもう絶対正しいって信じていて、で、だからもう自分の意見曲げるつもりはさらさらないし、だから鼻から相手をね、間違ってるっていう風な意識でいるから耳貸さないですよね。ともすれば、もうどうしたら相手を言いまかせられるだろうとか、ギャフンって言わせられるだろう、そんなことばっかり考えてとらわれてるから、なおさら相手の話とか言い分なんて聞く耳持たないし、もう右から左っていう感じですよね。他人の話が聞けない人って結局のところコミュニケーションが取れない人なんですよ。だから他人の話の聞けない人の多くは人間関係うまくいかないです。恋愛関係もうまくいかない人が多いです。で、その原因の一部が自分にあるっていうふうには思ってないし、気づいてすらいないっていう人が多いわけですよね。そういう人っていうのはそういうエネルギーをやっぱり発しちゃっているわけですよね。近寄りがたいですよね。近寄りがたいのは人間だけじゃなくて、幸せなエネルギーも跳ね返されちゃって入ってこれない状態になっている。だから幸せなんて近寄ってこないですよ。聞き上手な人、他人の話の聞ける人っていうのはやっぱり好感持てるじゃないですか。そういったエネルギーこっちも感じるし、だからね、人間関係っていうのもうまくいきますし、家族間とか、まあ、友達との間、会社とか学校でもそうですよね。恋愛関係もうまくいく人っていうのがやっぱり多いんですよ。どんな人が他人のね話を聞けないのかっていうことですけれども、これは一般的にはやっぱり自信がない人、自信がないから、まあ、自分のね余裕がない、そうなっちゃうと自分になっちゃって、自分をね知ってもらいたい、分かってもらいたい、誤解されたくないってことでアピールになっちゃうから、やっぱり余裕がないから他人の話を聞いてられない、そういった状態の人もいるというふうに言われてますし、でも実際そういったね方多いんじゃないかなって思います。あとはやっぱりプライドが高くって、もう絶対に自分は間違ってないってね思ってますし、時には上から目線だったりとかするので、聞く耳持たない、他人の話に興味がないっていう人もそこに入んのかななんて思っちゃうんですが、コミュニケーション取れるようになりたいとか、人間関係を良くしていきたい、人の話が聞けるようになりたいって言ったことであれば、じゃあどうしたらいいのかっていう話なんですけれども、それはね、ギョ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 ーンって今魔法をかけてあげて、ポワワーンってね、一晩開けたら、すごく人の話が聞けるようになっている、コミュニケーション上手になってるって感じだったら、それはいいですけど、
そうはいかないので、人間なので。だからトレーニングが必要なんですよ。聞くに徹するっていうふうに決断しちゃうんですね。決断してうって口をつむんで、もう自分の意見を言わないんです。言わないでもうとにかく聞く。まあそりゃ相手から質問を投げかけられたりとか意見を求められたら、それはそれでね、もちろん話は違うんですけども、それ以外は聞くに徹してみるんです。抵抗あると思います。明らかに間違ったことを言っていたら正したくなっちゃうとか、自分の意見言いたくなっちゃうのが人間じゃないですか。でもだからこそいいチャンスと思ってで口をつむんで聞くに徹する、そういう訓練をする、トレーニングをするんですね。さっきも言いましたけど、最初は抵抗あると思います。抵抗あるんですけれども、不思議なことにこれって慣れるんですよ。で、慣れていくとだん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 と相手の言ってることっていうのを聞けるようになっていくんですね。会話のキャッチボールができるようになっていく。いつの間にかコミュニケーションの取れる人になっていくんですよね。コミュニケーションが取れるようになっていくと自分にも余裕が出てくるんですよ。好感も持たれますし、柔らかいウェルカミングなエネルギーに変わっていくので、幸せなエネルギーも寄ってくると思いますし、人間関係もうまくいくようになります。で、何よりもそうなれると自分が楽です。もう自分自分とかぐーんってならずに他人の話が聞ける、そういった状態にいると本当に楽になります。ただ気をつけなければいけないのは、その相手の話を聞くときに感情物事をもういち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 イライラしたりとか腹立てたりとか、時にはもう悲しくなっちゃってみたいな感じで、体がもうブル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 震えたりとか呼吸が乱れちゃったりとか、そこまで感情移入して聞いちゃうと逆にコミュニケーション取れなくなっちゃう、会話が成り立たなくなっちゃうから、ちょっと一歩下がって余裕を持たせて相手の話を聞けるようになるといいと思います。今このビデオをご覧になってくださってる皆さんっていうのは、それは自分の意見とか言いたいこととかっていうのもあると思うんですよ。でも今は言えないじゃないですか。だからこちらが言っていること、一方的に話していることを聞いてくださっている、その状態でいいんですよ。それを友達と話すときとか家族とコミュニケーションを取りたいときに、ただ今みたいにこのビデオを見てるみたいな状態でちょっと落ち着いて相手の話を聞いてみる。そうすることでどん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 他人の話が聞ける人になっていきます。今日はご視聴ありがとうございました。